エトスへの手紙、第3章、あなたは、彼らに勧めて、支配者、権威ある者に服し、これに従い、いつでも良い技をする用意があり、誰をもそ知らず、争わず、寛容であって、すべての人に対して、どこまでも、柔和な態度を示すべきことを、思い出させなさい。私たちも、以前には、無分別で、不従順な、迷っていたものであって、様々な情欲と、快楽との奴隷になり、悪意と、妬みとで日を過ごし、人に憎まれ、互いに憎み合っていた。ところが、私たちの、救い主なる、神の慈悲と、博愛とが現れたとき、私たちの行った、義の技によって、ではなく、ただ、神の憐れみによって、再生の洗いを受け、聖霊により、新たにされて、私たちは救われたのである。この聖霊は、私たちの、救い主、イエス・キリストを通して、私たちの上に豊かに注がれた。これは、私たちが、キリストの恵みによって、義とされ、永遠の命を、望むことによって、御国を継ぐ者、となるためである。この言葉は確実である。私は、あなたが、それらのことを主張するのを願っている。それは、神を信じている者たちが、努めて、良い技を励むことを、心がけるようになるためである。これは良いことであって、人々の益となる。しかし、愚かな議論と、経図と、争いと、立法についての論争等を、避けなさい。それらは無益、かつ空虚なことである。異端者は、1、2度、訓戒を加えた上で退けなさい。確かに、こういう人たちは、邪道に陥り、自ら悪と知りつつも、罪を犯しているからである。私が、アルテマスか、テキコかを、あなたのところに送ったなら、急いで、ニコポリにいる、私のところに来なさい。私は、そこで、冬を過ごすことにした。音楽者ゼナスと、アポロとを、急いで旅に着かせ、不自由のないようにしてあげなさい。私たちの仲間も、差し迫った必要に備えて、努めて良い技を励み、身を結ばぬものとならないように、心がけるべきである。私と共にいる一同の者からあなたによろしく。私たちを愛している信徒たちによろしく。恵みがあなた方一同と共にあるように。